どうも、山海 TV です。こんにちは。今日はニューヨークで100年生活をしてきたこの僕が、ニューヨークで僕の身に起きてやばかった出来事を皆さんにシェアしていきます。まあ大体2年前ぐらいの話なんですけど、僕は6人ぐらいでアパートを、ニューヨークで共有してまして、その時の僕の後輩と先輩が、とある日、喧嘩をし始めまして、僕がまあ中立っていうわけじゃないんですけど、中立に入って、喧嘩やめなよって、まあ英語で、言ってたんですけど、まあそこでまあ僕も気分も高まってますから、夜はあんまり寝れなくて、まあこれじゃ寝れないなと思って、頭を冷やそうと思って外に出たんですけど、まあ外出てな、まあフラフラするのもあれなんで、なんか空いてる店ないかなって24時間のお店を探して、そこの唯一空いてたのがそのドーナツ屋さんに入ってきました。一人でドーナツをむしゃ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 ぶさもってました。ドーナツ美味しい。まあそしたら一人の男の人が、店の中に入ってきて、店員と僕ともう一人のお客さんがいたんですけど、お客さんまずは店員の方に行ってお金をくれみたいな、なんかごちゃごちゃ言ってたんですね。僕はもう無視して本読んでたんですけど、もうでそのもう一人のお客さんの方にも行ってごちゃごちゃ言って、で次僕のところに来たんですね。でまあお金をくれと、まあ頼むからお金をくれと。でまあもうこれはもうニューヨークに住んでる人だったらわかるんですけど、もう慣れっこなんで、もうあごめんごめんみたいな、もうごめんもあまり言わずに、とりあえずこう早く去ってくれみたいなっていうのはもう、まあ、ニューヨークに言えばすごいわかると思うんですけど、でやってたらどんどん僕のところだけね、なぜかしつこく来て、こうもう10分ぐらい粘られて、どんどん口調も怖くなってきて、おえYou give your own money, man. まあ言ってないんですけど、まあ話を聞くと、まあ5ドルくれと。5ドル。まあ日本円で言うと、まあ適当、すごい適当な計算なんですけど、だいたい500円ぐらい。そう、5ドルをくれと。まあ5ドルどうしようかな。まあ別にもう早く帰ってほしいから、5ドルあげようかなって迷ってたら、もう今が電話する。今から俺のここに電話して、おいコマを呼んで、お前の財布の中身全部奪ってやるよ。みたいなこと言われて、まあまあもう僕もそのどうせ嘘だろうと思って無視してたんですけど、あそしたら電話、じゃあ目の前で今からかけてやるよ、えいミスターブラックとか言って、まあ、ミスターブラックってもういかにも嘘、いかにも嘘ですよね、多分どうだろうね、まあいや嘘だろうって、まあ、まあ笑いながらも分かった分かった分かった、安全か5ドルだったらもう明らかに5ドルじゃないですか、5ドル取りますよね、別にもうね、まあ、いくらもしかしたら本当かもしれないんで、ミスターブラックさんがいるかもしれないので、ということ で財布の中見たら僕5ドルなかったんですね。そしてじゃあ今からその店員さんに言って両替してもらうからちょっと待っててって言ったら、まあ、リッチーにそういう待っててくれたんですけど、まあ、店員さん曰くその両替はうちでやってないからって、それをじゃあ両替できなかったよってその男の人に伝えたら、まあ、今からじゃあ俺の携帯を預かっててくれ、今から隣の銀行に行ってその20ドルをお前の持ってる20ドルを5ドル札4枚に変えてくるからって言って、僕の中ではその携帯はもうおもちゃなのかなって思って、まあもう20ドル札と共に消えてどっか行っちゃうのかなと思ったら帰ってきました。両替してきたよ、もう20ドル持って行っちゃえよみたいな行っちゃえよもうって思ったんですけど、ちゃんと帰ってきました。まあそれでまあ5ドル渡して15ドル返ってきて、携帯も返してその人は去っていったんですけど、窓際でこうイエーイ取ってやったぜ、ざまあ見ろさあ見ろみたいな感じですごい嬉しそうに去っていったんですけど、僕も初めての経験だったので、あこういうのもあるんだな、まあ、夜中はやっぱりね危ないんだな、まあ、危なくもなかそこまで危なくもなかったんですけど、実際ただ後日、そこら辺の付近で僕は確か休日の日外を歩いてたんですけど、その人がまたいたんですよ、外でお金をくれ、道行く人にお金をくれ、お金を恵んでくれないか。でその人はまた僕に話しかけてきて、その人は覚えてなかったんですけど僕のことは、その人曰く、今ニュージャージー、まあ、ニューヨークの隣の州の、まあ、隣のすぐ電車で行けるんですけど、ところに僕の家族がいるから息子も2人いて、家族の元に帰らなきゃいけない、でもあと5ドル足りないのだから5ドルをくれないか、1ドルでもいいんだけど、まあ、また僕に5ドルを、言ってよこせって言ってきたんですけど、まあ、僕はそのいやドーナツ屋さんで会ったよね、ドーナツ屋さんで覚えてないって言ったら、あその後あんまりよく覚えてないんですけど、確か何事もなく、帰っちゃったんですけど、ニューヨークいればそのよく耳にすると思います、その上等区って言うんですね、そのニュージャージーに僕の家族がいるから今からお金をちょっとくれないかっていうのは、まあ、よく聞くセリフなんですけど、まあ、そんなこんなで僕のやばかった、まあ、全然あまり
あまりやばくなかったかな。まあということで、ね、今からちょっとニューヨークは実際にどんだけ治安がいいのか悪いのかっていう話していきたいと思うんですけど、ニューヨークはその実際、まあ、その僕のニュージャージー、今僕住んでるんですけど、ニュージャージー州での知り合いの僕の友達のおじさん、50歳ぐらいの人かな、の人が言ってたんですけど、10年前15年前ぐらいにニューヨークの治安がもうやばいから、もう15年ぐらい前かな、15年ぐらい前か、ニューヨークの治安がやばいからなんとかしなきゃいけないで、なんとかしたそのなんとか政策が地下鉄を掃除する、地下鉄の掃除、そう、地下鉄をお掃除をしたら犯罪率が減ったらしいんですよ。本当に本当かどうか分かんないんですけど、そのおじさんが自慢げに言ってたんで、まあ、僕は信じてここで言ってるんですけど、まあ、それもまた面白い話で、まあ、その掃除をしただけで犯罪率が減った、うん、まあ、でもまあって言っても、まあニューヨーク全然安全なのかって言ったらそうじゃなくて、まあエリアによってまだ危険なとことやばいところ、僕の住んでるところアップタウン、マンハッタンのすごい上の方に住んでたんですけど、ハーレムっていうちょっと危ない場所に近いので、えっ、お前アップタウンマンハッタンに住んでんのかよみたいな、友達にはよく言われるんですけど、安全なところは安全、まあでも夜は一人では歩かない方がいいかもしれない、うん、そんぐらいかな。まあこうやってニューヨークのやばかったこともっと浮かんできたら動画に出そうと思ってるので、お話もし気に入ってくれた方はコメント欄にコメントと、あとはLike お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いします。あと英語版も動画出してますので要チェックです。バイバイ。